1966年10月にフィリピンのマニラで行われたシア党会議に出席した南ベトナムのキ首相、オーストラリアのホルト首相、韓国のボク大統領、フィリピンのマルコス大統領、ニュージーランドのホロヨーク首相、南ベトナムの中大将、タイのキティカチョーン首相、アメリカのジョンソン、大統領東南アジア条約機構とは、オーストラリア、フランス、イギリス、ニュージーランド、 パキスタン、フィリピン、タイ及びアメリカの8カ国によって1954年9月8日に組織され1977年6月30日に解散された反共主義諸国の軍事同盟であった。なお、略称のシア党は日本ではシア党またはセア党と読むが英語圏では主にシートウなどと読む。マニラで開催された シアト首脳会議普通両院ドシなからのフランス撤退後、シア党は冷戦下における東南アジアでの共産主義の拡大に各国共同して対抗するために作られた。条約はアジアと太平洋の民族の平等と自立への権利を肯定し、加盟国間の経済、社会、文化的協力のゴールを述べた太平洋憲章で補われた。 条約下で設立された気候の本部は、帝国主義時代にあって、英仏両勢力圏の干渉地帯として、独立を維持してきたタイ王国の首都バンコクに設置された。また、共同演習は、毎年行われた。気候の意思決定は加盟国の満場一致によっていた、ため、国内の対米追従批判を恐れたフランスと、国内の共産ゲリラの相当に追われて、 南ベトナムへの本格的な派兵には及び腰だったフィリピンの反対のためにラオスまたはベトナムにおける戦乱に直接干渉できなかった。ミャンマーやインドネシアは民族、宗教などの国内問題解決を優先するため、マレーシアは旧宗四国のイギリスとの緊密な関係を優先するため参加しなかった。 ベトナム戦争からアメリカ軍が撤退した1973年以降は南ベトナム政府からの度重なる軍事支援の要請を加盟国が目殺し首脳会議も行われなくなったことから軍事同盟として機能していなかった。1973年にパキスタンのズルフィカール・アリー・ブッド政権がシア党が 軍事同盟として機能していないことを理由に脱退し、翌1974年にフランスが脱退している。機構自体も1977年6月30日に解散した。なお、イギリス・フランスはアメリカと北、大西洋条約機構に参加している。また、アメリカとオーストラリア、ニュージーランドは太平洋安全保障条約締結国。 軍事機構としては解散したが、元となった東南アジア集団防衛条約は、現在でも効力があり、加盟国間の防衛義務は今でも有効であると確認している。ありがとうございます。